ドパミネ、HCL と表記されたラベルのついたドーパミンの瓶、トールマン表記とは、処方、投薬ミスといった、医療過護を防ぐために、読みや文字が似ている、薬物同士を区別しやすくすることを目的として、薬物の名前の一部を大文字で表記することである。トールマン表記を使うと、プレットノーゾンとプレドニゾロンはそれぞれ、プレットノーゾンとプレドニゾロンと表記される。 アメリカ食品医薬品局のジェネリック医薬品部は製薬会社がトールマン表記を使って薬物の名前に視覚的な違いをつけることや病院、クリニック、福祉ホームが電算化発注システム、自動調剤機、投薬記録、処方ラベル、医薬品ラベルでトールマン表記を使うことを推奨している。薬物の取り違えは発注、 処方1000件あたりに約1件の割合で発生していることが研究でわかっている。ただし、取り違え率におけるトールマン表記の効果については根拠がまちまちである。2004年に行われたアイトラッキング調査では、トールマン表記により複数の薬物から指定されたものを選ぶときの取り違えが減少するという結果が出た。他のトールマン表記に関する 研究室レベルの研究では、肯定的な結果と否定的な結果が混在しており、一部の研究は実験者効果の一種である要求特性の影響を受けてしまっていることから、問題が複雑化してしまっている。42カ所の小児病院で9年間にわたって収集されたデータを分析した2016年の論文では、2007年にトールマン表記を 採用するよう病院に推奨する前後で有意差は見られなかった。しかしながら、この研究も、トールマン表記の導入のされ方が記録されていないなどの方法論的不備があるために、非難され続けてきた。FDA と薬物安全処方研究所は、名称等が似ていて、トールマン表記が推奨される薬物の不完全な一覧を公開している。ありがとうございます。